痛ましい話ですぞ。鬼の体は黄泉の国へと戻された。敵の新手が クロードが満たされることはなかった。いざ波乗りましょう。これで終わりでないことにクロードは気づいていた。
るぞ。さらなる敵が向かってきている。片付いたな。クロードには気の休むいとますらない。クロードはいくつく間もなく戦いに備える。しばしの間、たちがぶつかる鋭い音がやった。肩を合わせるぞ。この敵は逃げも隠れもせぬ。二度と動かない。
近づくにつれ大地が大きく揺れ、刃を合わせる前からクロードは勝利を悟っていた。クロードにとって対峙できぬ敵などいないのだ。倒した。だが次の戦いがすぐに始まる。戦いが終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。この敵は退く気など微塵もないようだ。Come on.
最後の敵が倒れ、クロードは息をついだ。敵の息はまだ弾けていなかった持てる力を出し尽くした。やっと休めるわ。クロードはさらなる戦いに備えた。他にはおらんな。やめることを知らない。次なる敵は
わりそうになかることしかできない。炎兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。何も生まんが構うものか。クロードは深手を追い膝から崩れ落ちた。クロード同士が手を組めばまさに鬼に金棒だ。
クロードはしばし勝利の余韻に浸った。だが新たな災いは目前にまで迫っている。